エドソン・レイン・ブラーフ・ハイトは、スリナム共和国パラマディボ出身のサッカー選手。FC ユトレヒト所属。ポジションは、左サイドバック及びセンターバック。オランダ・トゥーエンテでのブラーフ・ハイトユース時代は、様々なアマチュアクラブでのプレーを経て、最終的に、FC ユトレヒトの下部組織に入団。からシーズンに、同クラブのトップチームへ昇格を果たし、試合に、 出場した。以降、中心選手として起用され、3期半の在籍で、リーグ戦81試合に出場した。2007から08シーズン冬の移籍期間に、ユトレヒトとの契約満了を迎えたため自由移籍で、同リーグの f c トゥエンテと3年契約を締結し、2007年2月10日のフェーノウルト戦で移籍後初出場を飾った。ユトレヒトでは、左サイドバックとして、 輝きを放ったが、トゥーエンテでは頑強なセンターバックという新境地を開拓し、イコーラモン・ゾメルトコンビを形成。フレット・ルッテン監督のおかげで、人目を引く程度のタレントから素晴らしいセンターバックに変貌した。バイエルン・トゥーエンテとは2010年までの契約を結んでいたが、2009年6月11日に移籍金250万ユーロで、バイエルン・ミュンヘンと4年契約を締結。 8月8日に TSG1899 ホフェンハイムとの開幕戦で84分にバスティアン・シュバインシュタイガーと交代で初出場を飾った。しかし前半戦を通してポジションを獲得することができず2010年2月1日にスコットランド一部のセルティック FC へ半年間の期限付き移籍が決定。バイエルンのルイ・ファンハール監督は ファンの支持を得られなかったためだと説明しているが、一方で11月6日のボルシア、メンヒエングラートバフ派戦中にロッカールームでの監督との喧嘩により確実があったためだとされる。セルティック2010フィーファワールドカップの一員に選出されるため、出場機会を増やしアピールすることを目的として移籍したセルティックでは、同胞のグレンド・フェンスとヨス・ホイフェルトと共にプレーすることとなった。 2月7日にスコティッシュカップのダンファー・ムリン・アスレティック FC 戦で公式戦初出場。2月10日にハート・オブ・ミドル・オシアン FC 戦でリーグ戦初出場してから7試合連続で先発出場したが3月25日のキルマーノック FC 戦後にトニー・モーブレー監督が解任されると以後の5試合はトップチームから外れた。 ホッフェンハイム2010から11シーズンは、バイエルンで開幕を迎えたが、3試合と少ない、出場機会で、オーンゴールを記録するなど振るわなかったため、同僚のダビド・アラバや、同胞のライアン・バベルに続き、2011年1月27日に、同リーグのホッフェンハイムと3年半の契約を交わした。2月5日の1、FC カイザースラウテルンセンが遺跡後初出場と、 なったが、勝ち点3をクラブが獲得する中で、ブラーフ・ハイトは、ベダドイ・ビシェビッチに代わり途中出場すると、クリスティアン・ティファートに対する行為でわずか6分後に一発、退場処分を受けた。3月12日のボルシアドルト・ムント戦で2試合目の出場を果たし、同試合からシーズン最終節まで9試合連続で先発出場した。2012年8月31日に、 フルスノトゥーエンテへの期限付き遺跡が決定。ブラーフハイトとオランダのファンユー -21 代表としてポルトガルで開催された UEFA ユー -21 欧州選手権2006で優勝。2008年11月19日にスウェーデンユースとの親善試合で B 代表初出場を飾った。2008年初頭に評論家のヒューゴ・ボルストはブラーフハイトのことを 真のディフェンダーを表し、マルコ・ファン・バステン監督の下で UEFA ユーロ2008のメンバーに招集されるべきだと述べた。また、オランダのファンは、ヤープスタムやフランク・デブールをはじめとした有能な DF たちが代表引退した後の守備ラインを批判し、ポストスタム時代は許した得点は、ごくわずかにもかかわらず守備が最大の弱点と考えられていた。 最終的に同大会の一員に選出されなかったものの、同年夏に、トゥーエンテでの同僚ロブ・ウィーラールドと共に、北京オリンピックのオランダ代表をメンバーに招集された。しかし、トゥーエンテは、昨季のプレイオフで、アヤックス・アムステルダムを破り出場権を獲得した、UEFA チャンピオンズリーグ予選を控えていたため、代表に合流することは許されなかった。 2009年2月11日にチュニジア戦で A 代表初出場を飾る。2010FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選には1試合しか起用されていなかったが予選突破確定後にポジションをつかむことに成功。その結果、2010年5月11日に 2010FIFA フフワールドカップに向けた候補30人に選出され、5月27日に ベルトファンマルワイク監督のもとで本大会の最終メンバー23人に選出された。同大会ではグループリーグから準決勝までは出番がなかったが、決勝のスペイン戦で延長途中に、序盤にハンブロンクホルストと交代で、初出場すると、試合終了間際に、自身の頭にボールが当たり偶然ボレーとなるも、幸いにも GK マールテンステケレンブルフの腕の中に、落ち、ことなきを得た。 最終的にチームは、敗れ準優勝に終わった。スリナム出身者やスリナムに機嫌を持つ選手たちで、構成されたスリプロフスで、たびたび、チャリティーマッチに出場し、2009年には、ウェンズリー・ブンデル監督の下で、スリナム代表とスリプロフスの、混成チームで、パーボービールカップに参加した。同大会は、フィファ主催ではないため、オランダ代表選手にもかかわらず、 4カ国による親善試合に出場が可能だった。ありがとうございます。